はい、どうもおはようございます。オレンジ先生です。よろしくお願いします。毎朝計算20日目ということでね、とうとうやってきました。記念すべき20日目ということですが、まあ、とはいえね、別に何も特別なことはなく、毎日同じことを続けていくということですが、最近ね、この毎朝計算動画以外のね、動画として、BBB 特訓というね、部分分数分解に関する動画をね、最近というか昨日かな、アップしたんですけれども、まあ、見ていただけたですかね。まあ、すごくマニアックな話なので、まあ、別に全然ね、見なくてもいいんですけど、まあ、見て、まあ、ちょっとね、反響が、まあ、多少良かったので、まあ、上げてよかったなという感じです。こんな感じでね、ちょこちょこ、毎朝計算以外の動画もね、出していこうと思っているので、またその都度、よければ見てやってください。はい、ということで、括弧1番は南山中学校男子部ということで、まあこれね、いつかの毎朝計算で女子部のね、問題も扱いましたね。括弧2は立教新座中学校、括弧3は慶応義塾中等部ということで、この3題でやっていきたいと思います。はい、基本的に入試問題から抜粋しております。で、今回のオレンジ先生タイムは4分22秒でした。まあ平均ペースというかね、普通ぐらいですかね。3分台でもないし5分台でもないという感じです。はい、ということで、まあこれを参考に今回の制限時間は6分にさせていただいてます。問題を移す時間も含めて6分です。はい、よければタイムなど感想などご意見など、ご質問など何でも気軽にコメントください。それでは白い紙とペンをご用意ください。はい、じゃあ始めていきます。32、1、スタート。
はい、ということでここまでにしたいと思います。まだね時間が欲しいという方は一旦動画を止めて納得いくまで解いてみてください。はい、それでは答えを見ていきましょう。ドン。括弧1が7、括弧2が2と3分の1、これ仮分数でも OK ですね。3分の7でも OK。 括弧3が 66.22 でした。どうでしたかね。はい、それでは、解説見ていきましょう。で、括弧1番、まあ、括弧1番はまあそんなに難しくないというかね、まあ計算量少ないんですけど、まずちょっとね計算する順序間違えかけましたね。この括弧内計算して、じゃあもうあと前からやればいいやと思ってやろうと思ったんですけど、割り算の方が先ですね。はい、ちょっと間違えかけました。危なかったですね。で、この問題なんですが、普通だったら分数小数複合問題は分数でいくんですけど、今回ね、まあその存在している分数が5分の12と5分の48と、まあ比較的その小数に直しやすい分数だったので、もう今回は全部小数でいいかなと。しかも小数と相性のいいこのね足し引き、まあ引き算ですけど、今回はね足し引きが多いので、まあそんなに問題ないだろうということで、もう小数で今回は攻めました。ね、この例えばさ、5分の12とかも小数に直すときね、12÷5 ってやってもいいんですけど、これ分母分子2倍したら10分の24じゃないですか。で、10分の24ってもう 2.4 ですよね。で、24÷10 ってことだから、小数点1個ずらして 2.4 でね。だからその 12÷5 をわざわざ計算してもいいんだけど、それよりも僕はですけど、10分の24に直してもう 2.4 ってやっちゃってますね。これも同じ、5分の48っていうのは分母分子2倍すると10分の96だから 9.6 っていうふうにね、場合によってはこっちの方が早いかなと思います。僕はこっちの方が早いと思うので、まあ、その割り算をするよりも一旦ね、10分のっていうふうに直して小数に直してます。はい、でまああとは普通に計算ですね。 1.2÷6 っていうのは、まあこれはまあ普通に筆算してもいいし、まあ 12×5 が60っていうのがパッと分かっていれば、まあ、0.2 ってすぐ分かるのかなという感じですか。まあまあ割り算、分数の形に6分の 1.2 にして簡単なね、その約分みたいなことをしてもいいし、 1.2÷6 の、筆算をしてもいいかなと思います。まあまあそんなにね、そんなに多くを語るところではないと思いますので、次に行きたいと思います。括弧2番、括弧2番はこれもベーシックな問題、普通の問題ですね。順番さえ間違わなければ、いいという感じです。逆算していきましょうということですね。はい、特に工夫もしてないので、まあ全部分数なんでね、小数か分数どっちで攻めようみたいな悩みもなく、普通に計算しましょうって感じですね。まあだからこの問題はあんまりミスれない問題ですね。まあ括弧1もそうですけどね。はい、括弧3番、括弧3番はねちょっと悩ましい問題ですね。なんでかっていうと、この出ている小数が非常にね分数に直しづらいというところですね。まあ無理やり直すならって感じですね。無理やり直すなら10分の587と10分の76だけど、こっちなんか100分の 23,912 だけどみたいな、ちょっと嫌だな。じゃあまあ小数のまま行きましょうってことですね。はい、でまあ小数のまま、小数のまま計算するのもね非常に億劫なんですが、まあ頑張ってやりました。58.7×7.6 っていうのは、446.12 であると。でここね、もう割り算割れるかどうかヒヤヒヤですよね。割れなかった時が悲惨ですよね。分数でやるしかないかってなるんですけど、まあまあ計算してみると 48.8 っていう風にまあ綺麗にね、割り切れたので、まあほっと一息と安心って感じですね。でまあさっきの筆算を利用して、もうその下に 446.12 引く 48.8 と、まあ、その筆算を二段構えにする感じで、計算しました。でまあかける6分の1はもう割る6と一緒ですから、まあこれを暗算で僕はもう割る6しちゃいました。 66.22 ということです。はい、ということで、まあ、どうだったでしょうかね。はい、毎日ね続けることで少しずつね精度とスピードを上げていきましょうということで、次回からは21回ですね。21回ですからシーズン3に入ります。勝手にシーズン制度導入しましたけどね今、ということで次回からシーズン3です。ということで今回は以上になります。勉強になったなという方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方はポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上オレンジ先生でした。また明日。